30代になり20代の時と生活はあまり変わらないのになぜか太ってきた。それ筋力落ちてるから、筋肉量が減っているから代謝も下がって太る。当たり前のことなんですが、気づいてない人意外と多いんです。筋力が落ちると猫背になり腰痛巻き肩になってくるんです。でも大丈夫、正しい体の使い方ができればこれ全部解消できます。そのために必要なのが腹横筋を鍛えるようにして鍛えること。ここを鍛えることでお腹痩せ、ヒップアップ、足痩せ、姿勢改善して腰痛肩こりも解消。これ全部手に入る。そのくらいとっても大事な筋肉で、今日は集中的に使えるようにして鍛えます。これ聞いて大変そうですか？大丈夫です。日本一簡単なので一緒にやってみよう。アラフォーからでもやればできる。今回も一緒に頑張りましょう。では私はちょっと立ちますが、皆さんは座ったままでも寝たままでも OK です。そしたらお腹ですね、お腹のお肉をまんべんなくつまんでいきます。はい、でこの腹横筋というのは横向きについているんですが、後ろ側にもついていますので、この脇腹、ちょっと後ろ側の脇腹あたりもお肉をぐーっとつまむようにして筋肉をちょっと使いやすくしておきますね。はい、 OK です。では今度は今と同じつまんだら、今度このように揺らしていきますよ。はい、ガツッとつまんでまんべんなく揺らす、まんべんなく揺らします。はい、これは私はちょっと立った方が見やすいので立ってやってますが、皆さんは座ったまま寝たまま楽な姿勢でやってください。でこれもね、脇腹のお肉この辺もねつきやすいですよね。はい、後ろ側にもついていますので、そっちの方にも手を伸ばしてやってみます。はい、そしたらここに溝落ちがあります。はい、ここですね、ここ肋骨の下部です。この溝落ちのところに4本指の腹をこのように当てて、そして吐く呼吸でちょっと背中丸めてズボズボと吐いていくような感じで、吐いて吸って、吐いて、結構ここ硬くないですか、ね、結構硬いと思いますので、このあたりはねインナーユニットの横隔膜、呼吸の時に使われる筋肉がついていますので、こことね連動して腹横筋働いていますので、ここが硬くてもうまく使えません。今度はこのもうちょっと下に下がって肋骨の下あたり、ここに吐いてぐーっと指をズボーっと入れ込むようにして、背中丸くしながら吐いて吸って吐いていきます。はい、自分のペースでいいです。これはですね、立ったままだったり座ったままやっていきましょう。椅子に座ってもらっても、マットの上にね座ってもらっても、どちらでもいいですからね。ふう、はい、 OK です。さあ、そうしましたらこのあたりしっかりできましたので、今度はですね、ここの骨盤のこの骨わかりますかね、ここの骨の上をたどるようにプッシュプッシュしていきます。はい、このあたりです。プッシュ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 、ここ腸骨梁と言います。骨盤のね、この上のへりの部分ですね。でこのあたりに筋肉ついてますので、この骨の付近は割とね硬くなりやすいですので、ここをほぐしました。はい、ではですね、今度は恥骨の上あたり、はい、上あたりをちょっと軽くプッシュしておきましょう。はい、ここにもついてます。はい、腹横筋はこう横にねぐーっとついていますので、この下の部分、特に下腹部ぽっこり出やすい部分になりますので、使いやすくするためにちょっとプッシュプッシュプッシュ、これは寝ながらでも OK ですからね、プッシュプッシュしていきます。はい、どうでしょうか。前半はねこうやって使いやすくする、これすごい大事ですからね。はい、では次は寝て腸腰筋をプッシュしますね。はい、でここに骨盤の骨がありますので、ここに手をズボズボズボーっと入れるようにしてぐーっと圧をかけます。はい、ちょっと私立ちますね、わかんないかな。
ここに骨盤の骨があるの。ここにグーッと。でこれ立ったままとか座ったままだと、もうこの腹筋群が働き出して張っちゃうので、皆さんは寝ながらやってください。 OK ですか？寝ながらやってみてくださいね。はい、 OK です。そしたら今度は普段意識したい、はい、腹横筋が働く姿勢で次のエクササイズやっていくので、この骨盤の真上に肋骨を持ってきます。いいですか？真上です。はい、立った時も座った時も骨盤立たせて真上に肋骨、皆さんあるでしょうか？でこの時に注意したいのが、肋骨のこの下部が前にビヨーンと出ちゃっている人、こうなっちゃうと腹横筋働かないですので、この肋骨下部を閉じるようにして、ここが出ないようにこのポジションで次のエクササイズ呼吸していきますね。はい、では座りましょう。椅子でも大丈夫ですからね。で骨盤立たせて今のポジション作ったら、お腹に手を置いて、まずお腹に大きく吸います。で吐きます。収縮するのを感じて吸って、ぐーっとお腹が膨らむのを手で感じながら吐いて吸います。繰り返します。吐く。でこの吐いた時に腹横筋って働きやすいですので、呼吸が実はすごく大事です。たださっきお伝えしたポジションでやるのもすごく大事になりますので、じゃあこのポジションで今度はお腹膨らませずに胸に大きく吸いましょう。胸に吸って、ここ膨らまないように吐いて吸って、お腹へこませたまま胸に吸う感じです。吐きます。この肋骨下部をこのように持ってもらって、吸うとふわーっと肋骨が開くのを感じられたらうまく吸えてますね。でこれがやりにくい人は前半のほぐしなどをしっかりやっていきましょう。はい、 OK です。さあそうしたら今度はこのまま側屈をします。側屈をしたら、この伸びてる方の肋骨に呼吸を入れるようにしますね。はい、ここで、でしっかり座骨は左右ぐーっとマットの上に置いたまま、伸びてる方に大きく吸って吐きます。これもお腹ペタンコにしたまま吸って吐く。繰り返します。吐きます。伸びてる方に呼吸入りやすくなりますので、これを日頃からやっていただくと、肋骨と肋骨の間の肋間筋の働きも良くなってきますのでね。はい、次反対いきますね。はい、準備です。でしっかり座骨はつけて、その中で肋骨をぐーっと開くような意識で、ここで大きく吸って吐きます。お腹ペタンコのまま胸に吸う。吐く。繰り返して吸い。吐きます。吸い。吐いて。はい、 OK です。さあそうしたらですね、次は四つ倍で呼吸していきますよ。肩の真下に手首です。足拳幅で、背骨まっすぐ、ここで大きく胸に吸って吐きます。で、できるだけお腹が膨らまないように、お腹へこましたまま吸って吐く。では背中側にも大きく吸ってみましょう。吸って吐きます。背中にも吸えますので、胸だけじゃなく背中にも吸う意識持っていきます。はい、 OK です。そしたらですね、今のポジションからお尻を上げたアップストレッチで呼吸を入れていきますね。はい、ではここからお尻上げます。はい、足は拳幅に整えて、かかとつけれるところに足のポジションを置きましょう。背骨できるだけまっすぐ。はい、ここで同じです。胸に大きく吸う。吐く。これも肩甲骨の裏あたりとか、その背中側ですね、そっちに呼吸入れれそうな人は背中側にも大きく呼吸入れていきます。はい、 OK。 さあ
したら、ここで少し最後エクササイズをしていこうと思います。足拳幅万歳、ここから吐きながら上まで行って肩甲骨をマットから剥がして吸って頭遠くに下ろす。吐いてから動きましょう。吸いながらダウン、吐いてから動く、吸って吐いてから動くことによって腹横筋で体幹部分安定されますので、お腹もへこみますし体も痛めにくいですからね。はい、では今度は足90度に上げて同じです。足ピタッと閉じて内転筋働かせておいてください。じゃあここで吐く呼吸で頭胸腕アップ、吸いながら頭遠くにダウン、吐いて背骨一個一個剥がして吸いながらダウン、吐いてからアップです。吸って呼吸、吐いてから動いてください。吸いダウン、吐いてアップ、吸って、はい、 OK。 さあそうしましたら次ラストです。今の動き上に行ったら止まります。そこで呼吸繰り返しますよ。ではここから吐いてアップで、ここでストップ、はい、ここでキープで呼吸しっかりします。大きく肋骨の中に吸って吐きます。繰り返して、余裕が全然あるよっていう人は足を天井方向に伸ばします。でここで呼吸、余裕ない人は90度でキープで OK ですからね。どちらか選んでしっかり使いましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございます。頭筋は腹筋群の中でも一番奥についている筋肉ですので、使えていない人が多いです。最初にやったほぐしは忘れずにやっていきましょう。毎回たくさんのコメント、いつもすごく励みになっています。ありがとうございます。やってみましたという報告だけでも嬉しいですので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録がまだの方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。